岡本うるさいぞ。怒られちゃったね。そんなへこまないでよ。さっきの手紙に書いてたことは本当のことだよ。岡本、いい加減にしろ、うるさいぞ。どう語ってろ。好きだよからお願いします。はい、見上げたから坂本さんだけ一番似合ってるから、ね、坂本うるさいぞ。すいません、ごめんなさい。私どこ向いてたらいいですか。確かに大丈夫です。やばいじゃん。そんなキャラでしたっけ。第1弾どうでした。なんか反響ありました。すごいよかった。なんか、うん、結構いろんな方がお話し会でお話し会ありました。なんかよかったよっていう。 YouTube めっちゃ見たよ。今回の感想はどうですか。今回でもちょっと学生時代を思い出しました。手紙交換したことあるんですけど、中学2年生の時にあのバレて先生が取り上げに来て、それその嫌な思い出が蘇りました。